新型コロナ特措法改正案と感染症法改正案について与野党の幹事長が会談し刑事罰についてはすべて削除して行政罰の過料についても大幅に引き下げることで合意しました特措法の改正案では都道府県知事の時短営業の命令などに従わない事業者については50万円以下の過料としていたものを30万円以下の過料に修正し 緊急事態宣言前の場合は20万円以下の過料を課すこととしました焦点となっていた感染症法改正案の入院を拒否した場合の罰則については刑事罰を削除し50万円以下の過料とします濃厚接触者の調査を拒否した場合は30万円以下の過料となります改正案は明日から国会で審議が始まり来月3日に成立する見通しです